漫画で解説フル二線式リモコン6タイマー制御編。ランチでみんな外に行ってしまったのに照明は赤々とついてるな。わしは愛妻弁当だが、でもいちいち消して回るのも面倒だし。タイマー機能を使えば簡単に制御できるぞい。タイマー機能？プログラムタイマーを使ったスケジュール制御なら、あらかじめ決まった時間に照明を点灯消灯させることができるんじゃ。うちは繁忙期が決まっているんだけど、年間のプログラム設定も可能なのかい？ほっほっほ、もちろん時間の変更も簡単じゃよ。タイマーで自動的に照明の切り替えができるから、とっても楽ちんなんじゃ。博士ただいま。君たちも時間をしっかり守らないとな。すみませんでした。年間の業務や運営スケジュールに合わせてビル全体を制御することで、総合的にコストを抑えることができます。例えば休日は全消灯、昼食時は間引き点灯など、勤務日勤務時間帯に合わせた制御を行った場合、年間の電気代を約 8% 抑えることができます。1フロアあたり51,400円とすると、10階建ての建物全体で年間541,400円もお得になります。